はい、こんにちは、ちくさぼです。今日は久しぶりに我が家の麦原バシリスクさんが出演する動画を撮ろうと思います。普段我が家にいる爬虫類や両生類たちは基本的にペットローチやイエコオロギの池をあげてるんですけど、今日はちょっと、こちら冷凍イエコ、普段は生きてる虫たちをあげてるんで、今日はちょっと冷凍の餌も与えて食ってくれるかどうか試そうと思います。この乃木原さんはゴキブリでもコオロギでも何でもバクバク食ってくれるんですけど、我が家にいる生き物たちは結構虫たちの動きに反応してかぶりついたりするんで、冷凍イエコ、まあこの死んでる虫も食べるのかどうか、この乃木原さんは多分近づけば威嚇しながら噛みついてくるんで食べると思うんですけど、最近お迎えしたシュナイダースキンク、その子たちはピンセットからあまりまだ食べてくれなくてちょっと慣れてないんで、こういう冷凍の餌をピンセットからあげてみて食べてくれるかどうか、ちょっとその子たちにも与えていこうと思います。それじゃあ解凍していきたいと思います。はい、冷凍イエコの解凍が終わったんでこれをあげていこうと思います。あれ、餌だよ。この子は顔の前に餌をやってちょっと食べるそぶりがなくても、ちょっと目元とかに近づけると怒って口開けるんで、それでかぶりついてくれるんで、その流れでパクパク食べてくれます。もう一匹、すごい優しく食べる。普段は顔の付近に近づけるとめっちゃかぶりついて上半身だけ食べちゃったりとか、そういうことあるんですけど、今日はすごいソフトに食べてくれてます。まだ食べるでしょうね。美味しいですか？はい、続いてはこの全身砂の中に隠れてる子にあげようと思います。どこにいるかな。出てきた、出てきた。食べてくれるかね。はい、餌だよ。あらら、落ちた。はい、この子は食べてくれないんで、今お腹空いてないみたいですね。動き回って上とかよく見るときは脱走しようとしているときっていうのが最近分かりました。に今日はこの子は食べなかったです。はい、おい、出ておいで。続いて目の前に来るもの全て餌だと思うこのタイガーサラマンダーにも、はい、どうぞ。はい、いいね。この子ね、すごい食べるの下手なのかなと思ってたんですけど、まあ下手は下手なんですけど、この目の前っていうよりこのちょい上に、こう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 
こう鼻の上ぐらいに餌やってあげるとこう真上にこう噛みつく感じで捕食しようとするんで、そうやって食べさせてあげればそこまで下手じゃないのかなって思います。この子は上げすぎるとどんどん肥満になっちゃうんで、次で最後ぐらいにしようと思います。はい、いい子。おいしいかい？冷凍コオロギは。はい、よく食べました。すごい見るじゃん、こっちは。あなたまだ食べてくれる？はい、いいね。はい、そんな感じで、ちょっと乃木原さんとタイガーサラマンダーしか食ってくれなかったんですけど、やっぱり乃木原とかタイガーサラマンダーはピンセットから普通に食べてくれるんで、こういう冷凍餌でも全然噛みついてくれて食べてくれるみたいなんで、この子たちには冷凍餌も与えていこうと思います。まあ他の子たち、まだ紹介してない子とかいるんですけど、その子たちはまだ慣れてなくてピンセットから食べてくれないんで、ちょっとピンセットから食べるようになったら、そういう冷凍餌とかもあげていこうと思います。そんな感じで、今日は我が家のペットたちに初めて冷凍コオロギをあげてみたっていう動画でした。さようなら。